高潮、高潮は台風や発達した低気圧が海岸部を通過する際に生じる海面の高まりを言う、地震によって発生する津波とは異なる。高潮の原因は主として気圧の低下による海面の上昇と高岩風による海水の吹き寄せである。これらを気象時をと呼び、天文史をすなわち、潮汐の満潮が重なると一層潮位が高くなる。 これらの効果は、湾のように遠浅の海が陸地に入り込んでいる地形で最も顕著に現れるので、日本では東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明海などで時に数千人の死者、行方不明者を出す大きな高潮災,災いが過去に繰り返されている。これらの湾では湾内の海水の固有振動が潮位をさらに上げているとの説もある。米国南部のメキシコ湾沿岸や ベンガル湾に面したインド・バングラデシュでは日本よりはるかに大規模な遠浅の海が広がっているため勢力の弱いハリケーンやサイクロンによっても大規模高潮が起こりうる。ベンガル湾オーブでは中心気圧約960ヘクトパスカルのサイクロンによって最大潮位7から9メートル。メキシコ湾オーブでは2005年のハリケーンカトリーナによって 最大長位約6メートルを観測している。高波は、波の振幅が大きいことを言い、津波は、地震、火山、隕石の落下なども含む、気象以外の活動が原因なので、定義上、高潮とは異なる。あくまで要因による、定義の違いであり、波の性質で区別しているわけではない。台風による激しい高波でも津波ではなく、高潮であり、 台風による高潮であるからといって、津波のような被害が出なというわけではない。高潮は、ストームサージュと呼ばれるの対し、津波は、津波ないし、アースクエークサージュと呼ばれ区別されるようになってきている。ただし、珊瑚礁のある海岸島では台風による高潮によって、波群津波が発生することもある。主な原因は、海面気圧の変化である。そもそも海面の高さ。 標高は、気圧と海水の水圧の均衡が取れた状態の、水位である。1気圧、約1013ヘクトパスカルにおいて海抜は0メートルであり、これよりも気圧が下がると水圧が海面を押し上げる。1ヘクトパスカル下がるごとに、海面は、約1センチメートル上昇する。例えば台風など熱帯性低気圧の下で、気圧980ヘクトパスカルの場合、 33ヘクトパスカル低いので、約30から33センチメートル程度の上昇が見られる。太陽や月の引力による、潮積、天体時を、天文樹は、高潮つまり気象時をとは、独立した別の現象であるが、同時に発生すると海面が、さらに高くなって被害が増大する。低気圧、台風の中心部の接近時間と満潮の時間帯が、 重なると、両者を合計した分ほど海面が上昇する。一方、干潮時には、両者が相殺されて相対的に低くなる。また、大潮など、時期的に潮位が高い時には、さらに海面が高くなる。通常時において、外目よりも緩満差が大きい内湾では、特に大きな潮位変動が起こる。また、台風や発達した、 低気圧の下で暴風が吹き荒れる。天候下で、湾などの入り組んだ地形の湾口から、湾オーブへと暴風が吹き込むと、海水が吹き寄せられて湾オーブで、海水面がかさ増しされる。また、風波に伴う平均的質量輸送も、海岸の水位を上昇させる。V 字型の湾の場合、奥になるほど波が高くなる。また、湾の中でも水深が低い遠浅の湾の方が、 吹き寄せ効果は高くなる。高潮が陸地に押し寄せる方角と台風の風向きが同じ。場合は高潮の流速が暴風によって加速され破壊力を増す。豪雨により陸地部分が浸水を起こすと高潮の箱をさらに上昇させる要因にもなる。台風や低気圧によって海上で大雨が降ることにより海水面を上昇させる。 河川や湖とは異なり海が広大であるため、海上の高水分は周囲に分散され、気圧や強風による潮位上昇よりは効果は少ない。港湾部においては、雨水の海洋部への出口が狭いことや、増水した河川からの流水によって、降雨による潮位上昇が比較的起きやすい。伊勢湾台風、室戸台風、関東大水害。 明治43年の大水害、大正6年の高潮災害や、英ソの風、安政3年の大風災、シーボルト台風など、台風による甚大な被害は高潮によるものも多い。高潮が発生すると海面が高くなり、陸地に海水が入り込む。その結果、沿岸部の住宅や高地が浸水したり、人が波にさらわれたりする。また、9月中旬は1年で、 最も潮位の高い時期であり、毎年のように全国各地で被害が出ている。日本でこれまでに観測された気象塩の最大値は伊勢湾台風の時の3.45メートル、名古屋港であり、上記の国々ではさらに高くなると思われる。また天文塩も加えた潮位では同じく伊勢湾台風の時の3.89メートルが観測周辺日本最大である。 災害の起こる恐れがあると予想される場合、沿岸部に高潮警報、注意報が発表される。台風によって特に大きな被害を出した近年の高潮災害には次のような事例がある。注意度地域では、主に秋から春にかけての観光期に低気圧が猛烈に発達して、冬の嵐が発生することがある。その時の中心気圧は台風並みに低下し、 暴風による吹き寄せ効果と気圧低下による水揚げが台風同様に起こり高潮をもたらすことがある。ヨーロッパにはオランダ、ベルギーなどの巨大低平地が広がっており広範囲で高潮が発生したことがある。高潮発生時水門を閉じるなどの対策をしなければ高潮が河川を遡り浸水被害を引き起こすことがある。東京湾に注ぐ河川において 高潮が遡ると、背後地の海抜ゼロメートル地帯において、甚大な水被害を引き起こす危険がある。高潮のシミュレーションは、米国ではスプラッシュ砲やスロッシュ砲などが開発された。日本でも東京湾に関して予測プログラムが、すでに開発されている。より長期的には、日本の国土交通省が地球温暖化に伴う、将来の海面上昇を踏まえた。 高潮などに対する海岸保存についての検討を2019年に始めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。